Shippuden! Ultimate Ninja Heroes 3! ここが天地橋。もう少し先まで行ってみようか。はい。任務開始。ここらでいいか。よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送る。そしたら一斉に出てきてくれ。了解。よっしゃ。これを使えば。恐怖により支配、嫌いじゃない。まだまだいけるぜ。
ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。五年ぶりですね。薬師カブト。こいつが暁のスパイだったのか。尾行は。大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきません。そうか。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所と、ウチハ・サスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう、一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今は北のアジトに潜伏していて、そこにウチハ・サスケも。面白そうな話。私も混ぜてもらえないかしら。オロチマル、久しぶりね、サソリ。兜をつけていたのか。まさかここでオロチマルが出てくるとは。このままではまずい。サソリ様、オロチマルは僕が引きつけます。あなたは僕の援護。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バレた。最初からバレバレなんだよ。どういうことだカブト。お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとで。あんな洗脳すでにオロチマル様に解いてもらった。この子どこかで。どうかなさいましたか。まさか。いいわカブト、この子の相手は私がやる。少し確認したいことがあるし。オロチマル様。オロチマルが相手か。Yeah.
僕と。やっぱり。どういうことです？昔、初代火影の木刀を調べるため、いろいろと実験をしてね。ほとんどが失敗に終わったと思っていたのだけど、まさか成功した者がいたとはね。今となってはどうでもいいことだけど。さて、そろそろ後ろの子ネズミ3匹も出てきたらどう？全てお見通しってわけか。出番だ。あいつがオロチマ。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし、少し遊んであげましょうかね。よっしゃ。これを使えば。楽しませてもらう。任務開始。Oh!
まだまだいけるぜ。ゲットだってばよ。アイテムいただき。これを使えば。サスケを返せ。返せはないだ、ナルト君。彼は自分から望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいな。人中力らしくなっているじゃない。この状態のナルト君、私のサスケ君、どちらが強いか試しにやらせてみたいわね。てめえのもんじゃねえ。目の前で自分のものみてえにサスケの名を口にするんじゃねえ。これをナルト。面白いじゃだ。そろそろ時間のようね。私に何か用かしら。よっしゃ。
使えば。さあ、始めましょうか。任務開始。まだまだいけるぜ。ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。ナルトをあの状態にし続けるのはまずい。早々に元に戻さないと。サクラ、なんとか二人でナルトを抑えるぞ。
動きが止まった。よし、おかげ式自陣術各案日天水種。なんとかなったか。さて、これからどうするか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとか九尾のチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体の唯一の生き残りでね。オロチマルの実験？そこで僕は初代様の細胞を埋め込まれた。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は異獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。そういえばサイは？サイのことはもう分かってる。え？ま、そのことはおいおい。アイテムいただき。